セグロアジサシは、チドリメカモメカに分類される鳥類の一種。大西洋、インド洋、太平洋の熱帯及び亜熱帯の当初、オーストラリア北岸で繁殖し、非繁殖期は周辺の外洋に生息する。日本では、夏鳥として、小笠原諸島、南鳥島、沖縄県中岡美島などに都来し繁殖する。日本本土では、台風等の影響で稀に、 明教する個体が記録される名著である。体長は4 5トル翼体長は9 4トルほどで、味サしより大きく、鳩とカラスの中間くらいの大きさ。額、首、腹は白だが、背中側はほぼすべてが濃い黒か色で、和名もここに由来する。幼鳥は全身が黒か色だが、胴体に白い斑点があってまだら模様になる。翼と、 オハは細長く尖るスマートな外見通り、飛翔能力に優れている。非繁殖期は外洋で過ごすが、ほとんどの時間を空中で過ごし、飛びながら眠ることもあるという。幼鳥は、巣立ってから繁殖できるようになるまでの約3年間をほとんど空中で過ごすという。水面に降りることやダイビングすることも少なく、水面近くを飛びながら魚やイカをくちばしで、 拾い上げるように捕食する。繁殖地では草地に大きな集団繁殖地を作り、2から3個の卵を産む。近年こそ保護が進んでいるが、この鳥の卵は現地住民の食料として大量に採取され、かつては日本の繁殖地とて例外ではなかった。重々、またはギーギーとなく、ありがとうございます。